人生はアホウェイ、おうちでドラッグメイクチャンネル、ヨピチャンネルにようこそ。ヨピちゃんです。さてさて皆様、すっかり秋で、日本各地紅葉のシーズンよね。え、春の桜、秋の紅葉、ねえ、地球がおしゃれしちゃう季節。ところで秋といえばさ、〇〇の秋ってよく言うじゃない、うん、何かとね、やりたくなっちゃう季節なんだけど、私もやりたくてムラムラしちゃうの。女装というわけで、今回のメイクのコンセプトは女装の 秋、美しい秋色のドラァグクイーン。では早速メイクスタート。あーは、コントゥアができました。今回はね、完璧な美女メイク、レッツ美女よー。というわけで、まずは眉。今回のコンセプトは秋だから、眉ももちろんオータムシルブプレ。美女眉、うん、そしてね、目尻を暗くで、目頭をねぼかすことでね、こう立体感出しちゃいます。眉尻はもみじみたいなボルド。あー、綺麗ちゃん、ね、でね、眉頭の毛を描いていきます。じゃあね、美女眉の最後の仕上げ、コンシーラーを使ってね、眉毛の下のラインを整えたら眉完成よ。あーは、眉ができました。ちょうどいい太さ、そしてとっても意志が強そうなつり眉でらべっぴん。そしてそして、この秋を感じる素敵な色味。あーららららららら、大変よくできました。じゃあね、続いてアイシャドウの1。では早速お粉をのせていきましょう。今回使うパレットはこれ。まずはこれね、なんて言ったらいいんだろうね、アイシャドウなんだけど、後からアイラインにもなるライン、うん、そんなラインを引いていきます。うん、こんな感じね。なんだろうね、これ。カットクリスのラインにも見えるんだけど、違うのよ。気になるね。じゃあね、この、今引いたラインと眉毛の間のエリア。ここをね、真っ白いアイシャドウで埋めていきます。そしたらね、このラインの下に秋を美しく入れていきます。ここはね、センス出ちゃう。
紅葉ってさ、全体的にね色変わっててもよーく見ると緑色も残ってたりするじゃない。その感じ入れていきます。あー綺麗ねえ、すっごいグラデーション、たまんない。じゃあね、アイシャドウ1の工程最後にまぶたをねキラキラキラとさせていくんだけど、使うコスメは2つ、まあ、ジェフリーのね緑色のパレットとこれズーシーのキラキラ。あーもうこれほんと何回見てもうっとりしちゃう、大好き。あは、上まぶたのアイシャドウができました。小さい秋見つけた。うん、綺麗ね。この目頭のオレンジから緑にね、つながっていくグラデーションと、あとオレンジと緑をつなぐようにね、真ん中がキラキラしてるの。あー、綺麗。ねえ。大変よくできました。じゃあね、2番目のアイシャドウやっちゃおうかな。まずはね、いつもはアイラインの工程であるこの粘膜の処理、ここでやっちゃいます。下まぶたの目尻側はボールド。そして次もいつもならアイラインの工程でやるパーツ、目頭の白目の拡張。いい感じねえ。そしたらね、下まぶたにも秋を呼び込んじゃいたいんだけど、使う色工程は上まぶたとほとんど一緒。まずはね、上まぶたでやったのと同じようにアイシャドウが乗る範囲を線で区切っていきます。目尻側をね尖らせるのがポイントです。さ、上まぶたと合わせてみると大きいアイラインみたいに見えるんだよね。で、中に色塗っていくんだけど、上まぶたは目頭がオレンジで目尻がグリーンだったんだけど、下まぶたはその逆。下まぶたは目尻がオレンジで目頭がグリーン。続いてグリーンね。そしたら黒目のちょうど下あたりだけ上まぶたでも使ったキラキラのせたら、下まぶたのアイシャドウも完成。あは、
アイシャドウができました。もうしっかり秋、もう秋色満開。どちらかというとね、まだ緑が残る10月中旬の紅葉って感じだけど、これはこれで綺麗よね。忙しくってもみじ狩りなんてしてる暇のないみんな、ほら今紅葉を堪能して。大変よくできました。ではアイライン。もうね、粘膜の処理も目頭の白目の拡張もやっちゃってるから、もうねこの工程ささっとやっちゃいましょう。残りのアイライン引きます。ここまでヨピチャンネルを見てくださってありがとう。面白いなぁと思っていただけたら、いいね、高評価ボタンよろしくお願いします。また登録がまだお済みでない方は、ぜひチャンネル登録ボタンをポチッと押していただけると喜びがこぼれ落ちます。どうぞよろしくお願いいたします。ペコリ。このね、中途半端で切ったんだけど、あとのね残りはアイシャドウでつないでいきます。今回はあれがないの。あは、アイメイクがほぼできました。美しい。そうなの、今回のアイラインはウイングがないのよ。初めてかもしれない。ねえ、斬新。しかしこのアイメイク見て、まだほぼ完成なんだけど、風情があるわ。落ち着いてて上品。大変よくできました。ではリップ。リップも秋色を基調とした上品リップよ。うん、キューピッドボーなしの復元系のシェイプ。そしてこの内側を眉毛の本体でも使ったブラウンで埋めていきます。たまんない。これだけでもねかなり綺麗なんだけど、アイシャドウでも使った緑色のキラキラリップにものせたらリップは完成。引き締まったでしょ。綺麗よ。いいわね。リップの縁に使ったグロスを使ってアイシャドウの輪郭を縁取って強調するって工程をすっ飛ばしてしまいました。うん、今はねデコレーションの工程やってます。そしたらね、ここにさらにストーンをデコっていくんだけど、イメージはあのアンティーク雑貨、いろんな種類のガラスが散りばめられてるようなイメージで、1,2,3,4,5,6 種類のストーンをここにね散りばめていくわけ。うん、綺麗よ絶対。下まぶたのラインもね。そしたらね、リップ下唇だけ少しストーンをのせたらデコレーションは完成。
仕上げていきます。チークは大人っぽいオレンジ系。ほくろもつけちゃおうかな。よぴよき、よきよぴ。ではつけまつげをつけてお着替えをして戻ってまいります。小さい秋、見つけた。今回の動画いかがだったでしょうか。よかったら高評価やコメントをお待ちしております。サクッとチャンネル登録もしてってね。こちらドラグメイクチャンネル、ヨピチャンネルのヨピちゃんでした。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。